阪神競馬場、これから後半戦です。第7競走2歳未勝利戦。この競走は芝の 1400m 混合戦、18頭です。芝の 1400m、 3、4コーナーは内回りを使用いたします。細かい雨が落ちています。阪神競馬場、現在まだ馬場のコンディションは芝、ダートともに良のコンディション。ダートコースは少し黒ずんできました。スタート地点は向こう正面対比所の前、外回りですとここが 1800m のスタート地点になりますが、3、4コーナー内回りを使用する際には 1400m スタート地点です。クリノコマンダー、少し躊躇しましたが促されますとすんなり。そして10番ゲートジャンバギアーナがゲートイン。ビビッシモです。8番ゲート促されてゲートインです。アイリーンテイラーが向かいます。サンライズサラーです。6番ゲート、2番のアフターグローもゆっくりと促されますとすんなりゲートイン。待っております。2頭、4番のサムシンググッド入ります。最後に18番です、コスモグングニール。コスモグングニールがゲートに収まります。スタートしました。応募揃っています。徐々に隊列崩れて先行争い、まず間を促しているのがメーテルコート、前に行きました。内から2番のアフターグローです。間にいるのがジーゲルマン、外から18番のコスモグングニール、その直後ですが14番ラブコがつけました。その後方からは6番のサンライズサラーがつけまして、アプレイザーが外、間7番のカシノインディード、その後方からはフルオーケストラ、そして内は4番のサムシンググッド、外は8番のビビッシモです。その後方からアイリーンテイラーがいて、内は5番のマルクパージュ、そしてゼッケン1番クリノコマンダーが追走です。さらにこの圏内がっちり押さえて9番のラコンチャ、外かわしていこうというポピュラーダンサー、さらには名将道録です。600は34秒4、その後方から10番のジャン・マギアーナという体勢です。各馬3、4コーナーの中間地点へとかかりました。かなり立てなが先行争いから18番コスモグングニール、今日も逃げる形、リードを現在2馬身と取っております。2番手の位置、11番のメーテルコートがつけています。3番手の位置、内はガフターグロー、外は3番のジーゲルマンがつけまして、さらに外からはスッとラブコが接近してまいりました。そのマクリオンさ、12番のアイリーンテイラー上がっていって、さあ直線の攻防になっています。粘り込みを図ります。18番のコスモグングニール、コスモグングニールが先頭です。 2、3番手争い、スッと今2番のアフターグローが前にじわりじわりと接近してまいりました。外からはサンライズサラー、マルクパージュ、オーストをつきましてはグイグイと、ビビッシュも足を伸ばしてくるが、間をついたマルクパージュだ、マルクパージュが抜けた、一馬身のリードを取って5厘。2着は18番のコスモグングニール、粘り切って3番手争い、これは大接戦となっております。アフターグローにサンライズサラー、最後外からビビッシュもなど大混戦となっております。 2、3番手以降の争いを尻目に、間をついてよく伸びました5番のマルクパージュです。力強く伸びております。岩田安成騎士の手綱でありましたハービンジャーの3区です。そして2着争いですが、18番のコスモグングニールが内いっぱいいっぱい粘ったか、最後外からビビッシモもよく足を伸ばしておりました。タイムは1分22秒8です。上がり 800m は48秒3、 600m は36秒4です。制したのは5番のマルクパージュ、そして2番手ですが、逃げて粘り切ったようです。18番のコスモグングニール、そして3番手に最後外から8番のビビッシモ足を伸ばしております。その後は6番のサンライズサラーに2番のアフターグロー以下。阪神競馬場芝 1400m18 頭の競争は5番のマルクパージュ、溜めて直線弾けました。2着18番のコスモグングニール、3着8番ビビッシモ、4着6番サンライズサラー、5着は2番のアフターグローで点滅を始めております。勝ち馬確定のご案内がありますまで、お手持ちの勝ち馬投票券お捨てにならないようにお待ちください。岩田康成騎士の派手なアクションでね、はい、マルクパージュ触発されて、今日は後ろ目でしたよね。ねえ、控えるけど、これまではね2戦逃げてのレースでしたけどね、はい、
ちょっと一変した動きを見せて差し切りました。ただ2着粘ったコスモグングニールも2走前から芝に変えてからね、惜しい競馬続いてますよね、ニューフィズ3区ではあるんですけども、5番、18番、8番、3番人気、2番人気、1番人気の順です。単勝5番 5.2 倍、枠連38、7.3 倍、馬連5番、18番、10.7 倍、馬単5番、18番、24.2 倍、三連複5番、8番、18番、11.2 倍、三連単5番、18番、8番、68.9 倍です。確定までお待ちください。